はい、こんにちは、レトルトと申します。ときめきメモリアルガールズサイド4実況プレイ始めていきたいと思います。前回もね、新キャラクターが出てきました。今出てきてるキャラクターは4人ですね。前回出たのはこの白羽大地くんっていうね、ガソリンスタンドで働いている隣の学校の生徒。まあ俺の中では苦労人って思ってるんだけど、まあ電話番号入手できてないんでね、まだデートとかできてないんですが、まあどうやって入手できるかわかんないんで、ガソリンスタンドのイベントとか起こるのを待つしかないのかなと思いつつ、まあ俺の狙いは七つ森くんですね。うん。ちょっとりょうたくんはね、なんか俺の、まあ今回のプレイなんですけど、今回のプレイなんかこううまく噛み合ってないような気がするんですよね。まあイケメンで頭良くて金持ちでね、かっこよくてイケメンでイケメンなんで、まあそりゃね、あれなんですけど、ちょっと上からかなっていうところが気になります。まあ三影先生はただのいい先生って感じですね、俺の中では。じゃあやっていきましょう、勉強していく。今回も一人ぐらいちょっとなんか登場キャラクター出ればいいなと思うんだけど、なかなか出てくれないの。これガソリンスタンドの時にね、イベントとか発生してくれてもいいのにね、何も発生しやがらないんですよね。ちょっとやー仕方ないので、こうデート、仕方ないっていうか七つ森くんとね、やっぱデートちょっと重ねましょう。今の狙いは七つ森くんだから。あ、七つ森くん、男殺しです。はあ、なんすか。いやとか言いながらちょっと待ってたんじゃないの。ここのセリフもね、好感度上がると変わるはずなんで。まあでもモテるからな、あの子。俺のリアル誕生日に。もうリアル誕生日だから断らないでよ。雪山にね、あのなんかスキーデートみたいなのがどうやらあるっぽいのよ。羽ばたき山。行きたい。全然雪になってないけど、どうだろう。まあ行きたからな、そうだけどね。どうなんだろうな。いや、いろんなとこ行きたいのよ、とにかく。断られるリスクは高いけど、いろんなとこ行きたい俺は。ああ、よし、いいよし。スキースノーバーお好きですか。バセレ待ってるね。分かった。よし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 、オッケーオッケーオッケー。幸先いいよ幸先。今回で2年目に多分突入するんじゃないかなと思ってて。運動、あー下校ね。みちるちゃんもこれは、あーみちるちゃんね、まだ喫茶店に行くほど仲良くはないんだよな。ここはコツコツ一緒に帰るをやっていこう。今帰り？今帰りです。そうしましょうか。一緒に帰るぐらいは許してくれるんですね。ただ喫茶店はちょっと来やすいわよって思われちゃうんで、ふふ、よかった。ふふっていう笑い方するような主人公。もうすぐ冬休みだね。今年が終わっちゃうのか、あっという間だったな。ここのなんか江ノ島の横みたいなとこ歩いてんだよな。結構距離あるよね、通学。そうだね。どう？マリーは今年1年間充実してた？どうなんだろう。まあね、新たなメンズ4人、男殺し計画の4人は出てきましたが、まだなんかね、仲良くなれてる感じはしないのよな。私はね、充実しすぎていて、来年どうなるか怖いくらい。そんなこと言ってみてえわね、日本人ってこういう自分の充実度というか、自分が好き度ってなんかそのワースト2位ぐらいらしいんですよね、あの世界各国でね。自分受け入れ度、なんて言うんだろう、こう自分好き度みたいな。マリー、今年も1年、うわ、お友達でいてくれてありがとう。ええー、子や。ピアス開けててね、ショートヘア金髪の女の子、やっぱ誤解しちゃいけませんね、これ。本当にいい子、みちるちゃん。みちるちゃん超いい子。おー、ちょっとガソリンスタンドのイベント起きてよ。お、どうした？クリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。うわー、買ってこなきゃいけないねこれ。でもリッチはガソリンスタンドで働いてるので結構溜まってるはずですよ。服が大事だな、服欲しいな。何を買おうかな。いや、クリスマスプレゼントで10リッチも俺払う気はないわ。誰に当たるか分かんないもん。ここら辺でも喜んでくれる人はいるはずだから、激辛スナック買っていこう。誰に当たるか分かんねえんだからプレゼントはこれで OK。 家に帰って準備しなきゃ。これが01とかに当たってくれたらね、嬉しいんですけど。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。マジか、ちょっとドレスみたいなのはねえぞ。やばいなこれ、やばい、これやばいやばい。ちょっと待って、ドレスっていう項目あるじゃない。やーべえな、水着着ていけないか。
や、これが限界。つうか、これが限界ですよ。俺が着ていける最高の装備。T シャツなんか着たらやばいでしょ、これ。脱いで、脱いで。いや、でもこれ全部どっちも着てることになるのか。これも脱いで。脱げないの？あ、あの青材みたいなやつ、なんて言うんだろうっけ。あのドレスの上、やばいぞ、これ。セクシー。こんなんで、やばいな、これ。あー、いや、セクシーだったら許されるわけじゃないよね。いや、これほんとまずい。そういうのも買っていかなきゃダメなのか。ガールサイドはまだね、初心者なんでね。いや、こっちまだ許してもらえそうな気がするんだけど、何にもなってないのよな。絶対オシャレじゃないけど、あ、そうなるよな。バットは絶対生み出しちゃダメだ。もうダメだな。これで行くしかねえ。知らん知らん。まだ誰もね、別にこっちについてるわけじゃないから、好感度めちゃくちゃ高いわけじゃないから、そんな見ないでしょ。うちは貧乏なんです。どんな服着たってほっといてください。羽ばたき学園クリスマスパーティーへようこそ。イエーイ。聖なる夜を心ゆくまで楽しみましょう。みんなめっちゃおしゃれな格好してる。いや、男はな、スーツ着たらいいから楽よな。メリークリスマス。私たち女性陣はね、毎回服に悩まされてるのよ。コスメにお金かかってるのよ。メリークリスマス、マリー。あー、なんか可愛い格好だな、華やかだな。やっぱレースとかだよな、あー、こういうのドレスって。あ、ヒカルちゃん、メリークリスマス。俺の服については何も誰も何も思ってないのかな。それじゃあ、他の友達にもご挨拶してくるね。アビアンツ。アビアンツ、意味はわかりません。許されてるっぽいか、俺の服。ありがとう、ダウンロードコンテンツ。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるのかな。もしも願いが叶うなら。やべえな、これ交換だったらどうしよう。俺激辛スナック入れてきてんだけど。まあでも、お互い交換っていうことになるのは確率。おおおおお、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。謎のエコーかかってますけど、サンタさん何が回ってきたんだろう。開けてみよう。七つ森くんのやつかな。ウルツヤピーチのグロス。うわ、いいのあげるじゃない。てか、ウルツラって男に回ってくる可能性もあるよな。男と女のプレゼント交換なのかな。そんなもう不純陰性行為をするね、もう当然のようなね、恋愛性を誠意になんかね、もう全然 OK みたいな学校ってことなのかな。まあ、フォークダンスもあったもんね。大いに結構恋をしろみたいな。おしゃれ、おしゃれ。そんな服どこに売ってんの。逆にニットでね、着崩してる感じがおしゃれですね。七つ森くん、そうなんだ。あ、七つ森くんが持ってるのは終わった。私終わりました。あ、もしかして激辛好きみたいなさ、有吉ゼミとか出てるタイプのさ、そんな感じじゃなかったりしませんか。偶然、開けてみていい。あ、家に帰ってからお願いします。家に帰ってから、俺の目の前で開けるのやめてください。うん、激辛スナックだ。大満足。これ大切にするよ。マジで。奇跡起きた。やった、バチに喜んでもらえたみたい。いいんだ、激辛で。1リッチの激辛が成功だったってこと。こうして高校生活初めてのクリスマスイブは終わった。あ、みんななんかいい感じの服着てんな。いやー、もっと可愛い服欲しいわ。もっと可愛い服買いに行きたいわ。フリマ終わっちゃうよな。いやー、そうか、ビビッとこれなんですけど、ちょっとこの雪山にあのサンダルは私すごく気になるんだけど、そういうとこまでこのゲームは見てんのかな。いや、見てる可能性あるよな。それ寒いよねみたいな。大丈夫かな、俺の足元見ないで。ごめんね、お待たせ。冬っぽい格好してるよね。別に、あの、怒ってないから。まあ、まずはこうやってね、甘いものが恋し、これを買って風。おー、よし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 。そっかそっか、ビビッと好きだもんね。あの、この服変。変じゃない、好き。うわあ、今日はあんたから目が離せないかも。このセリフやばいよね。もうこのセリフめちゃくちゃいいよね。今日はあんたから目が離せないかも。変じゃない、好き。このファッションすごく気に入ってくれたみたい。
俺の足元寒いのも全部雪気にしないんだ。写真撮る気持ちも凍る。寒。写真撮ったりするんだな、やっぱモデルさんだから。なんかついてた。インスタグラムとかやってんのかな、 TikTok とか。お、あんたスキーの腕前は。もう雪上のプリンセスと呼んで、転ばない程度には教えてほしいです。いや、これはプリンセスにしようか。お、綺麗なターン。よし、さすがプリンセス。よしよし、大成功。俺も昔は得意だったからね、バッチリ好印象。ちょっと肩をさ、ウィー。あんたの手も冷たいじゃん。ウィー。あ、いい、すごい大成功するぞこれ。後からメール来ちゃうかも。正直大満足。大満足。好き、変じゃない、好き。ウィー。何してんだよ。ウィー。送る。え、送ってくれんの。まあ、遠いとこかったもんな。いやー、もう家まで来たー。ありがとう、送ってくれて。送り狼しちゃってもいいのよ。どういたしまして。何、ウェイ、握手。まあでもポイント稼げてる。夏森くんに送ってもらっちゃった。うわー、すごいぞこれ、超成功。いや、なんで涼太くんとあんなうまくいかないのに夏森くんとはここまでうまくいくんでしょうね。涼太くんとはちっともうまくいかないのにな。記者活動勤しんじゃおうかな、冬休みだし。お、あれ、イベントホールがにぎわってる。チャリティーオークション開催中か。へえ、参加自由なんだ。ちょっとあなた、出た、ゴロ。どこにでもいるゴロ。うん、さすが私の見込んだ子ね、早見翔さん。何のことでしょうか。もうそうやって悩んでちゃ何も始まらないの。の電話急げ。はい、ゴー。このチャリティーオークションで俺も服をさ、結構お金あるからさ、入札とかできたらいいんだけどな。はあ、びっくりした。なんとか間に合ったけど、チャリティーオークション会場で何があるのか、何かあるのかな。チャリティーオークションカタログ出品ナンバー1番。ほう、ほう、1番。あれ、この声どこ。え、え、花巻五郎先生デザインのシャンパングラスです。え、え、なんで涼太くんがこんな仕事してんの。え、高校生が。え、え、風間くん、なんか意外な仕事してんな。世界的ファッションデザイナー、どういうの、ライアーゲームのスタッフみたいな。彼の独創的な世界観が美しく表現された大変貴重な作品です。すげえな、五郎先生は相当なんだね。左の絵かな。300リッチからでいかがでしょう。買い受け希望の方はリッチなんだやっぱ。かけてください。すげえ、リッチがもうこのゲーム内の本当の通貨なんだ。 縁はないんだね。風間くんすごい、立派なお客様ばかりなのにすごく堂々としてる。なんでそんな仕事してんの。525リッチ、他にご希望の方はいらっしゃいませんか。2500リッチ。あ、今目が合っちゃった。いや、ちょっと差がある感じはしますね。同じね、幼馴染でね、なんかお願い事した仲だけど、かなり差をつけられちまったなみたいな、ちょっと感覚はあるね。上から見てくるしな。ハンマープライスです。ハンマープライス、すげー、なんでこんな仕事してるんだ。お、帰り一緒なんだ。はあ、びっくりした。それはこっちのセリフだ。五郎先生に連れて行かれたんですよ。ふふ、そういえば一回目があったよね。ふふじゃない、一気に日常に戻されかけたんだぞ。なりきってたんだね。ごめんね、でも本当にすごかったよ。チャリティーだから高校生の俺に白羽の矢が立ったってだけ。へえ。オークションは父さんのを見てたしさ。そんなに参加してんの、相当の財閥なんだな。そうだったんだ。じゃあ将来は風間くんもお父さんみたいに。ならない、みんなそう言うけど俺は違う。いや、風間くんと結婚したらこれ かなりの玉残しになりますね。これキンデレラになれるね。玉残しコシコシコシ。今日のはチャリティーだけど、向こうで見てたオークションはあまり好きになれなかった。まあオークションな、ヤフオクは俺もよくやるけど。俺はさ、物には正しい価値があるって思ってる。不当に低いのも逆に釣り上げるのも嫌だってこと。なるほどね。もう遅い、急ごう。転売屋聞いてるか。世の中の転売屋。風間くん、お父さんと何かあったのかな。考え方の違いがあるんだな、きっとお父さんと。ふ、できた。うん、いい感じ、楽しんでもらえるといいな。それじゃ送信と。
そうか、こういう記事書けば、あの記事で関係でイベントがあったり、ハバチャ新人編集部員としての頑張りが認められて記者レベルが上がった。おめでとう。誰？これからも期待してるわ。白羽真世。一緒に頑張りましょう。誰だよ、これ。俺お金もらってんだろうな、本当に。ただでやらされてない俺。やりがい搾取は良くないですよ。さすが私が見込んだだけあるわ。逃げ恥見てんだから。この調子でガンガン行きなさい。やりがい搾取です。よし、これからも頑張るぞ。お金増えてんのかな。バイトはしつつ、一気にどっかでお金もらえるのかな。今年1年を振り返ってみると、たくさん勉強したよね。あー、勉強ばっかしたってことか。まあ、100超えてきてるもんね、多分。超えてないか、まだ70ぐらいかな。年賀状、風間くんのだ。おしゃれなカード、イギリスにいる頃買ったのかな。年賀状でこんなあるか。えとを書けよ、えと。さすがにえとは入れるでしょう。あ、そういうのそういうのそういうの、先生、そういうことよ。でもすげえ、これ全部押し花、すごく綺麗。これは押し花が張ってるってこと。めっちゃ手込んでるし、これは感動するっちゃするけど、なんかポストの中で剥がれたりしたらどうすんだろうっていうのはあるね。郵便局に目はかけてないかみたいな。白羽くん、住所知ってんの？あっちは住所知ってるってこと？電話番号教えてや。迫力になると。ちょっと待って、七つ森くん、セブン。ミッチーとヒカルは別々に送ってくれてるな。カラフルで元気いっぱいだ。ふふ、ヒカルタイガーも可愛い、可愛いな。七つ森くん、なぜだい？この二人しか誘えねえんだもんな。来てくれ。いや、年賀状とか送んないタイプなんだよ。 LINE で済ませるタイプなんです。もしもし、七つ森くん、明けましておめでとう。明けおめ。おめ、これから一緒に初詣に行かない？寒い。いや、寒いのは当たり前ですけども、これ年の初め行ってね、がっつり決めたら、やっぱ今年一年が全てね、実りますから。名前の通り、七つ森みのりさん。早いけど行こう、一年の始まりだし。はいはい、わかりました。よし、じゃあこれから迎えに行くんで。うわー、迎えに来てくれんのか、たまらんな。七つ森くんと初詣だ。何を着ていこうかな。俺はね、今回このためにね、ちゃんと用意しておいたんですよ。ちなみにこの、この服なんですが、これ良くないよ。この着用しなくていい、この、いらない、この着用しなくていいのよ、これ。これでいいな。これは、早期購入特典なので、持ってたって感じですね。うわ、こんなん入ってると思ってね、ゲームの中に。なんかデラックスパックみたいなのをね、俺持ってるんですけども。よ、準備は？うん、もう大丈夫。みたいだな。着物、バッチリ決まってる。うわー。やっぱ、服の関係は、七つ森くんめっちゃ気にするから、やっぱいろんな服買っとくべきだな。ありがとう。プロのモデルとは違った魅力があるな。なるほどね。綺麗どころを見すぎてるから、ちょっとだらしないぐらいがいいみたいな、あるかもしれんな、そういうの。ほんと？なんだか恥ずかしいな。いい顔。そういうのもあるからか。あー、屈託のない笑顔ね。屈託ないんです、私の笑顔は。よかった、七つ森くん喜んでくれたみたい。じゃ、行くか。わあ、でも玄関まで入ってね、お父さんとか見てるかもしれないのにね。もう付き合ってんじゃないの、これ。やっぱ人が多いな。そうだね、迷子になんないでくれよ。あ、もうならないよ。ぎゅっ。いいや、やっぱ七つ森くんいいわ。今年は何お願いしようかな。恋愛成就でございます。その相手は七つ森くん。もう七つ森くんで行く感じになってるよね、これ。その願い叶えて信じよう。これね、ときめきメモリアルで毎回ある声なんですけど、なんかちょっとこの今回のガールサイド4の神様はちょっとなんかあれですね、控えめですね。その願い叶えて信じようみたいな感じがね、ときめも2だったんだけど。さあ、おみくじがあるよ、きっと。あんた、おみくじ引く人？引く人です。引いてみよう。オッケー、じゃ並ぶか。せっかくだしね、これ。うん、俺もまあ行ったら一応引くな。さて、私の今年の運勢は、来い。あ、すいません。あ、こっち方向か。何、こっち方向。あ、今日っぽい。七つ森くん、何だった？末吉。
ああ、ここのおみくじなら基地グループの一番下。俺よりいいよ絶対。そっか、でも基地ってあるからいいんだよね。例えて言えば、ふかしたてのまんじゅう、常温のまんじゅう、冷えたまんじゅうだとすれば最後のやつ。まんじゅうではあるけどね、うん、俺は腐ったまんじゅうだけどね。あまり良くない。物は考えようだよ。冷たいまんじゅうも温め直しゃうまくなるだろ。それに冷えてたってうまいこともある。ポジティブに考えようぜ。俺のは腐ったまんじゅうだけどねねえ、温めても腐ったままですけど、どうしたらいいですかね。夏森くん前向きだな。俺すげえ後ろ向きですけど。まあでも別にこれは関係ないでしょ。終了、うん、じゃあな、また学校で。はーい。寒。今年会おうよ。新年か。今年はどんな一年になるのかな。まあでも、うん、ちゃんと夏森くんに誘えたってのは悪くねえんでねえのって思いますけどね。いろんなとこ行きてえな。フリマ1月ないのか。そういうことよな、これ。バイト忙しいよね。まあでも夏森くんにデート誘うか。あ、いろいろ増えたんですね、バイト先が。まあとりあえずデートしていかないと、これ一人も落とせないって可能性もあるから行くしかねえ。10日ぐらいで、いろんなとこやっぱ行ってみたいよ。遊園地行こう。遊園地とっとと遊園地。あ、そうですか。本当に用事あんのかお前。本当か。用事、行きたくないんだったら別に行きたくないですよって言っていただければね、別の場所提案しますので。なあ、行きたくないならね、それごと断るのは勘弁してほしいよな。お、よし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 、デートありがとうございました。あれ、なるほど、お前が発信源か。なんだお前、なんだてめえなんだ発信源って。あ、風間くん、どうしたの。その声に客が吸い寄せられるおお、わざわざこんなとこに来てまで褒めてくれんの。そんなことを。まあ俺も人のこと言えないけどさ。ガソリンスタンドだったら車聞こえないだろ。風間くんもガソリン入れるの。俺歩いてきてるんだけど。まあね、笑顔もほどほどにな。お前が本気出したらここに渋滞ができそうだし。うわー、なんかもうデレデレなこと言うんで。でもデートしたらすっごい相性悪いのよそう、すげー褒めてくんな。様子見に来てくれたのかな。よし、もっと頑張るぞ。いや、そうじゃないのよ。いや、嬉しいけどね。いや、とりあえず白羽くんの電話番号知りたいんすよ、私は。新学期か。あ、出た。ちょっと亮太くん焦ってんな、これ。七つ森に取られんじゃねえかって。あっちも有名人だからな。話して何。そうだ、こないだのチャリティーオークション。あ、はいはいはい。うん、風間くんがタキシードで司会してた。ほんとすごかったな。それはいいんだけどさ。さあ、つけられたもんだぜ。会場にいたお客さんがさ、俺にまたオークションの仕事頼みたいって言ってるらしい。あ、うまかったんだね、様になってたんだ。風間くんがやりたいって思ったらやってみたら。そうだな。風間くんは真面目でいろいろ考えちゃうから、少しでも背中を押してあげられたらいいな。背中をウィー。背中を押してくれんのか。すげえ、サンキュー。ちゃんとそういうのになるんだな。いろいろな品が見られるのは好きだし。楽しそうだよなそうだな、俺の考えてること伝えて、それでもやらせてもらえるなら。分かってもらえるといいね。また風間くんが司会する姿見られたらいいな。あー、いいね。まあ、やっぱ亮太くんもね、やっぱいいんですよね。たデートするとうまくいかねえんだよな。七つ森くん、遊園地絶対誘うぞ俺は。遊園地行こう。遊園地、10日は用事あるって言ってたんで、これでもう一回ダメだったら遊園地行く気がないんですね、これ。まあよし、 OK。 じゃあ1月16日にバセで待ってるね。服買いに行きたいな。服だ、服。よし、お金もまあまああるから服だね。服ビビット
アンティーク雑貨。アクセサリーいいね。アクセサリー欲しい。いらっしゃいませ。高いのかな、やっぱ貴金属。これでビビッとガカッカッと上げるやつね。ここにビビッとがどうのこうのって書いてたらいいのに、色なんだよな。どれがビビッとなんだよ。すげえ、スタンプカードめっちゃある。 50% オフって書いてあるけどさ、ここで買ったやつ全部 50% オフなのかな。ちょ、待て、スタンプ多いから一回出るわ。ここじゃない、ここじゃねえわ。待て、まだあるよね、まだあるよね。あ、よかった、びっくりした。ここもう一個あるけどな。レディースファッションメルル、どれがビビッとなんだ。原色とかがビビッとっぽいのよな。雑貨や指紋、ファッション大冒険、アクティブっぽいな。まあ、一応一回見に行ってみるか。いらっしゃいませ。あ、意外といろいろ売ってそうだな。あ、ここいいじゃない。ビビッとタンクトップ、スポーティーとかかな。あー、なんか島村来た感じする。すごい島村来た感じする。あー、スポーティーすぎるな。まあでもスポーティーも持っててもいいんだろうなとは思うんですけど、あーなんかあんまな感じするよね。なんだろうな。いや、ここじゃねえ。すいませんね、皆さん、ここは慎重に選ばないと。流行を抑えればバッチリだよ。違う、私たち流行りのも、まだ俺は買いたいのな。え、2個しかいけないってこと。これは聞いたけど、え、2個しかいけないの。おーいおーい、江頭2時50分になっちゃうよこれ。マジか。2回行動できるってことね。今日はここまでだ。はい、部活、寄り道、チョッキ、何でもいいけど気をつけろよ。チョッキです。姫、ちょっと帰りに園芸部の畑に寄ってくれ。どうしたどうした。姫って呼ばれましたけど。え、あ、はい、園芸部じゃないんですけど、こっち、うん、おお。やっぱな、ちょっと疲れてるんじゃないか。え、俺疲れてるんですかね。あ、ストレス溜まってたのかな。え、そんなことないですけど。いいから深呼吸してみろ。生徒のことをよく見てくれてんだな。す、ふー、もう一回。す、ふー。植物の葉っぱには匂い袋があってな、虫は嫌がるが、人にはリラックス効果があるんだ。知らんかった。いつも一生懸命なお前はかっこいいけど、たまにはのんびりも必要だ。いや、嬉しいな。めちゃくちゃ立派なレタスみたいなできてんな。あ、はい、よし、じゃあもう一回深呼吸してから帰れ。あれ、少し体が楽になったかも。先生のおかげだよね。めっちゃいい先生だよな。そっか、ストレス超高いもんな。来た、よしよしよし。いや、なくてありがとうございました。よし、来い。あれ、あかんね、うっかり出ちゃった。昨日関西弁、姉ちゃんたちと言い合いっこになって、もう3人でめちゃめちゃになって。あー、なんかやっぱ関西弁抜けるけどね、昔の友達とか、まあ、親とかと喋ると関西弁戻ってきたりするからね。え、白羽くん兄弟と一緒に住んでるの。そうや、姉ちゃんのマンションに居候してんね。兄ちゃんと一緒に。兄ちゃん、お兄さんもいるんだ、知らんかった。そういえば白羽って名字の人がハバチャ編集部に、あ、でも確かにいたかもしんない。それが兄ちゃん。姉ちゃんも兄ちゃんも普段は標準語で喋ってるんやけど、うちん中やとみんなこの喋り方やね。なるほどね。もしかして俺も普段から標準語で喋った方がええ。いや、大事にして大事にして、抜けちゃうと思いますけど。姉ちゃん、今日も笑顔がキラキラしてるね。姫ちゃん、俺も負けてられないな。姫ちゃんのリボン、あはは、白羽くんじゃないみたい。っていうか、江川白羽くんの方がキラキラしてるよそう、いや、すごいいい関係だな。ふふ、白羽くんの兄弟もきっと明るいんだろうな。電話番号教えてください。電話番号教えてくださいよ。おおお、窓のお掃除は空拭きでよろしいですか。では失礼します。あ、車内に不要なものはございませんか。片付けますのであればどうぞ。もうタバコとかね、そういうの。それじゃあこれ捨ててもらえる？悪いね。
何ワニ渡されたんだろう。細かいとこまでよう気ぃつくようになったな。先輩だもんな。うん、白羽くんのお手本を見てるから。ほんまにイベント起こるようになったな。俺も気合入るわ。うん、だいぶ慣れてきたみたい。もうちょっとバイトしてたらあるかもな。ストレスちょっと高いな。七つ森くん、これは喫茶店行きたいけどまだちょっとやめとこう。何か？よかったら一緒に帰らない？これから用事あるから。あれ、どうした？釣れないな。照れてんのかな。明日デート行くっていうのにね。くそー、新しい服を手に入れる予定じゃったんじゃがな。遊園地に変えなきゃな。セクシー、寒いかなこれ。これセクシーよな。これって、あ、どっちも着れる。セクシー別に嫌いじゃないよね。うん、いろんな服着てみよ。ナチュラル、うん、これでいこう。まあ別に嫌われることは多分ないよね。うん、嫌われたりはしないよこれじゃ。で、次の時はビビット着ていけばいいってことね。大丈夫大丈夫。遅れたような。なんかこうスポーティーとかカジュアルとかは嫌がられた記憶あるけど。悪い。何？よし、問題ねえ。ちょっとじーっと見てるね。よしよし、あ、オッケーオッケーオッケー、何の問題もなくいけた。いろいろあるけど、どこを希望？ええ、ジェットコースター、観覧車、バンジージャンプある系なの？あー、でもバンジージャンプ見てえなー。こん中だったらやっぱバンジージャンプだよな。嫌がんのかな。うい、王道ならまだしも斜め上。ん？そんなこと言って怖いんじゃねえの？斜め上だな。そうだよな、髪なんか後で直せばいいんだよな。おお、腹を決めたぞ。ちなみに俺は上登って、ね、あの左にあるような階段登って、その階段降りてきましたからね。一番勇気ある決断だと俺は思いますけどね。飛び降りる以上にね。お、あ、メガネ外した。すげえ。こんな直前でメガネ外すんだ。これはやばい。いや、怖いよな。このスリル癖になりそうです。興味深い経験だった。同意、いや同意だったら、じゃあなんでやらせたんだよみたいな感じになんのかな。これ経験よ。何も記憶ねえ。あ、ダメそう。あー、もう、最悪まで行くの？嘘でしょ。最悪まで行くの？気をつけて。嘘、最悪まで行くの？やめろよ。あ、そんじゃ。マジか、最悪まで行くかね。いや、もう一回やり直したいわ。あ、一回寝た方がいいな。ストレスちょっと高すぎるなこれ。 おい、来週の日休みの日。まあ一応参加はしよう。これはほじゃ、はい、むぞー、引きずるな。まあでも行かないよりは好感度マイナスってことは多分ないよな。でも印象最悪って出てたもんな。バカバカ、私のバカみたいになってたもんな。赤貝城行っちゃいましたね。福買いに行きたい。これで、お、なんだ、福買いに行きたい。おめえめえよ。話があるなら、はい、次はどこですか？よーし、あれ、今日の行きませんでした？水族館この前。一旦、あ、ごめんなさい、すいません。行こう行こう。まあまあこういうの言って重ねていくのがいいんだろうな。俺たち哺乳類の先祖でもある。そうね、今日は勉強させてもらおうぜ。46億年物語っていうね、進化の過程のゲームをやってるんでね、見てみてください。魚先輩よろしくお願いします。生きた化石ですね。でも魚の目は怖いです。こういうこと言ったら喜ぶんだよきっと先生は。チョウザメとシーラカンスだな。ママかな。ダメでした。まあでもいいでしょう。今日の課外授業はとても勉強になりました。ならいいけど。よしよしよし、こうやってちょっとずつ好感度も稼ぎつつと。いやー、七つ森くんとせっかくの遊園地だったのにね。運動71、学力70、芸術かな。芸術系の男の子とかいないのかな。
先生、課外授業のプリント渡すって言ってたけど、先生のイベントかな。あ、先生。あ、やっぱり。よくここってわかったな。さすが課外授業に付き合ってくれる真面目ちゃんだ。毎回言ってるからな。先生はあまり職員室にはいないので。そこは空気が悪いんだよ。あ、空調ってことじゃなくて雰囲気な。ゼロワンもいるしな、氷室も。そんなこと言ったら怒られますよ。そう、何もしてないのにこの格好でいると叱られるんだ。あ、課外授業のプリントもらいに来たんですけど。あ、そうだ、悪い悪い、理科準備室に置いてきちまった。後で取ってくるよ。いいですよ、帰りに寄りますから。そりゃダメだ、課外授業の常連さんに面倒ばかりかけらんねえよ。いや、普通にいい男ばっかなのよな。職員室は嫌だけど、あそこは俺の部屋だからな。顔こすりすぎね。行こうぜ。めっちゃ汚れてますよ、先生。あー、いいやつばっかだよ。ちょっと怖いんだよな。いちいちここ連れてこられてな。寒いな、ごめん、冷えるよな。もう行こう。話終わったの？うん、でも何か話あったんでしょ。さっきまであったけど、並んで寒さに耐えてたらもう忘れた。1月の堤防は寒すぎだろうな。カズマくん、すごく寒いみたい。手少し震えてるかも。スキンシップタイム。コス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 。サンキュー、引っ張ってくれ。体がカッチコチに固まって立ち上がれない。なるほどね。もう行くよ。よいしょ。わあ、なんかあったまったな。そうかも。そうかも。なんか普通ににっこりしてしまうイベントでしたね。ほっこりするイベントでしたね。電話もいいんだけど、いや、ちょっとこれ服買いたいのよ。服、前回失敗してますからね。待って、一回ちょっと戻って、こういうインフォメーションとか情報を結構溜まっちゃうのよな。動画の終わりとかに見たりするんですけど、アルバイト情報とかは新しいの出てないかな。ショップ情報、レディースファッションメルル、セクシーでロマンティックな色合い。あー、セクシー。ブティックジェスは大人びた色合いのお着物。あー、ビビットって書いてるとこないのかな。ファッション大冒険。まあ、ファッション大冒険も悪くなかったのかもしれんな。爆買いした方がいいんだよね、多分 50% オフってことは。そういうわけじゃないんですかね。メルル行こう。で、2箇所しかどうやら行けないことが分かったので。なんかセクシー感ある。あ、いいじゃない、いいじゃん。31。こっちかな。あ、意外といいものあるぞ、これ。これで、これも買っとこう。あー、これビビッとするね。これドレスかな、これドレスではないのかな、これ。これって半額なります？いや、結構お金貯まってんのよな。半額なってるかな。これもなんか、キャバ嬢とかのやつに見えるけどな。いいんですかね。あ、いいね、これビビッと。よし、買っちゃおう。いや、俺はこれが半額になると思っている。半額なったの？なった半額。あ、半額、え、なってる、なってます。あ、とりあえず買ったから OK かな。ありがとうございました。半額は、ポイントカードは、あれ、ポイントカードは。ポイントの使い方わからないんですけど。アンティーク雑貨、アンティーク雑貨ってなんだ。アクセサリー行こう。いらっしゃいませ。ちょっとスタンプカードの見方が、あ、ここで先に使えんのかい。くそ、やられた、悔しい。今のでお金使いたかった。 50% オフ。いや、ここ安いよな。こんなとこで使ってられんぞ。よくわかんないけど買っちゃおう。でもまあ、覚えた覚えた。次の機会にね、買うしかない。まだ俺はガールズサイド初心者だから。いいお買い物できたかも。結構服は増えたよ。くどいよ。断るって言ってるだろ。りょうたくん。なんでよ。
マリーも喜ぶよ、絶対。マリーって私ですか？誘われてる私。マリー、ナイスタイミング。一緒に風間くんにお願いして。知り合いなんだね。お前ほんとすごいタイミングで現れるのな。運命ですかね。お願いって何を話せたの？今度ね、ファッション誌の企画でイケメン高校生特集があってさ。これってもう風間くんしかいないじゃん。いや、いるでしょ。七つ森くんもいるだろうし、うん、白羽くんもな。いやだって言ってんだろ。まあ、いやだろうな。ねえ、ひかるちゃん、風間くん困ってるよ。本当にそうだったの？散々引っ張ってオッケーってパターンなのかと思った。残念。いやもだと思ったんですね。よかったね、風間くん。ほんとほんと、マリーに感謝しなきゃね。なんでそうなるんだよ。よし、じゃあ他のイケメン探しに行こうっと。サリュー。サリュー、よかったね、感謝せよ。相変わらず勝手なやつ。あ、お姉ちゃんも来ると思うから、またマリーに助けてもらってね。お姉ちゃんも来るんだ。マジかよ、あっちの花椿の方がきついんだ。その時は頼む。強引なんだろうな。うん、でもモデルやったらみんな喜ぶと思うよ。そういうの俺向いてないって知ってるだろ。今日は助かったよ、じゃあな。なるほどね。風間くん、ビチルちゃんに押し切られちゃいそうだな。風間は人気あるんだな。なんかもう完璧すぎてちょっとなんか腹立つみたいなとこもあるよな。完璧すぎて、いや俺はそういうのじゃねえからみたいな感じね。まあいいんですけどもね。ストレスちょっと高いんで下げていこう。お、ファッションアイテムの新作が出る。何くれ、ファッションアイテムの新作くれ。俺この前散財したばっかだぞ。 50% オフもできずに。お茶して帰ろうと。誰か出会える？え、誰か出会える？あ、誰かいるか？姫。うわー、うわー、初めて見たー。初めて七つ森の7パターン見たー。七つ森くん休憩中？そ、今日は新作アクセの鳥。初めてだ。そっか、やっぱりまだ早かったんだ。よくスッと入ってこれんな。全然違うのにね。なあ、新作目当て？うん、でも全然見つからなくて。言ったろ、これから新作の鳥だって。ふふ、焦りすぎたかな。いいことだと思うぜ、常にアンテナ張ってんのって。お、アンテナ張ってるんだな。おしゃれ、そうね、7と付き合おうと思ったらおしゃれのでね、アンテナ張らすしかないわけですよね。あんたもだいぶ持ってそうだし、この後お互いの自慢話でもする？賛成。俺もなんか買ったの？俺、七つ森くんとファッションの話ができるなんてちょっと贅沢すぎるかも。すげー、こっち初めて見た、もっと見てえな。悪い方。よしよし、ストレスだいぶ下がったな。で、服買ったから、ちょっとこれデートですね。前回ダメだったもんな、はい、なんすか。そろそろ変えたいよね、新学期も近いわけだから。あ、バレンタインデーがあんのか。バレンタインデーの前にはちょっとこれは決めたいな。あー、どこがいいかな。海、いや海はないな。水族館も。カラオケとか行きたいな。うまいのかな。まあ、よし、オッケー。分かった。結構断られなくなってはきた。で、勉強75で運動だな。オール100ぐらいを目指していきたい。マリー、一緒に帰りましょう。お、珍しい。あ、みてるちゃん、いいよ。うん、なんかある？ねえ、もうすぐバレンタインだけど、分かってる？分かってない。女の子からの恋の一大イベント、うん、だからなんか誰かにあげるとか選択するだけじゃないのかな。みちるちゃんはどうするの？なんかミニゲームとかってあったんだっけ、ガールサイド1とかだと。私のことはいいの。わあ、みちるちゃん、ありがとうね。マリーの恋、私たち姉妹に応援させてね。16歳でしょ、あなたも。17歳かな、バレンタインか。応援してくれ。なんか作ったりあんのかな、イベント。お、七つ森くんの誕生日、買いに行くぞ。絶対成功させなきゃ。これは好感度めちゃくちゃ稼ぐチャンスですよ。
落とし物探知機ない、照明付きスタンドミラーあり、冬季限定お菓子いろいろ、確実にこれですね。女優ライトってやつでしょ、これ絶対これ合ってる、これバッチリいくだろうね。夏森くん、今日誕生日だよね、これ誕生日プレゼントなんだ。俺に？そうです、そう、七つ森くんにデートもいつもしてるじゃない。おお、お、どうかな、偉いぞ、ミッション大成功偉いぞ、それってつまり、すげえいい、こういうセンスあるとこ本当に好き、サンキュー。うわ、もうこの本当に好きっていいね、いや言い回しすごいいいわ。なあなあ、あ、一緒にやってる、今一緒にいたよね、一瞬大地くんが、みちるちゃん、一人で一緒に帰ろう、初めは一緒に帰るぐらいにしといて、今日は、あ、忙しいんですね、まあそれは仕方ない、これでも好感度ビレゾンには上がるはずなんで、デートのイベント、デートはもうこぎつけてるから祭日ってことかな、あー、ちょっとそろそろ聞いてもいいかな、どうだろう、ヒカルちゃんにちょっと電話して、ちょっとぐらい上がってんじゃねえかなと、マジ本当来い、ちょっとちょっとでも、あ、なんか色枯れた色枯れてない、え、ちょっと上がってんのかな、これこの上なんか緑色からちょっとなんか渋い色になってはいる、あ、みんな同じだな、どういうこと、一番高いの、なんでデートしてないのに、どういうことだってばよ、あ、ここの好感度も上がってんだ、7よ、なぜだ、なんでこの一番目をかけてる人と初めから惚れられてる人のはず2人がなぜか言ってない、まだある、どういうことだってばよ、なんか新しい情報とかないの、電話番号、これ電話番号書いてないってことは、この2人はデートイベントないってことなのかな、こっちは課外授業あるよ、こっちはデートないで、どう済ますんだろうな、バイト先での恋ってことなのかね、あ、でもバイトモデルってことはバレてんだね、他にも何で、ちょっとお出かけしようよ、女の子同士ゆりゆりしく、うんうん、オッケー、なんかくれんのよな、でちょっとパラメーターよくしてくれんのよ、なかなかの座り心地だったね、 あのペアシート、かわいいですね、あのニットのこの首のなんかタートルネックみたいなやつ、もう痒くなりそうで俺嫌なんだよな、マリー言ったらカップルシートと勘違いしてる、絵がいいよね、それじゃかわいい彼女にこれをプレゼント、え、いいんですか、パンフレットを手に入れた、なんだか感性が磨かれたような気がする、やった、なんか流行とかポイント上がったのかな、そういえば私バレンタインデーが近いのにチョコレートの準備してない、あんだけみちるちゃんが言ってたのに、ひかるちゃんか、これは成功させたいな、なんか特別なのかな、ガールサイドだから、え、作んないの、え、作ったりはないのかな、え、コケチョコ買うわ一応、あ、ギリチョコ、あ、あ、どういうことだこれ、二人にあげれんのかな、わかった、手作り高級チョコ、ギリチョコの順なんだ、なるほど、そういうのがあんのか、バレンタインデー大作戦だ、そういえばみちるちゃんとひかるちゃんが手作りチョコを一緒に作ろうって誘ってくれたけど、いえ、作ります、バレンタインデーキース、すげえいいとこで作ろうとしてる、あ、来たみたい、アイランドキッチンですよこれ、対面で作れるな、え、自分主人公の家がこれなの、ボンジュール金持ちだな、できてる、できてません、ふふ、うん、それじゃあ始めよっか、あー、ちょっとお揃いな感じなんだね、いや、この二人普通にいい子だよね、うわー、ミニゲームだ、終わった、 LR ボタンで好きなベースチョコを選んでください、決まったらボタンかベースチョコ決定タッチ、通常トッピング飾り付くことができる、
はあ、スペシャルトッピングってのもあるのね。通常トッピングは回転させることができます。スペシャルトッピングは1つ選択してから配置していきます。チョコの出来栄え。チョコレートが完成すると属性がつきます。出来上がったチョコを破棄して3回まで作り直すことができます。破棄するぐらいだったら俺にくれ。ベースのチョコを選びましょう。いや、なんか難しそうじゃないかこれ。ミルクチョコレートビター。いや、これむず。これ難しくない？なんだろうな。説明書なんかないもんな。今なんかあのスイッチのさ箱を開けてなんか乗ってたりせんかなと思ったら空っぽでした。最近のゲームソフトって何も入ってないよね。あのちっちゃくあるだけだもんね。俺は正直ホワイトチョコレートが好きなんですけども、ここはあんま関係ないのかな。ハートチョコにしようか。トッピングスタート。トッピング、なんだこれ。アザラシじゃない、アラザン、アラザンザラ。なんだこんなん関係あんのかこれ。トッピング、アーモンドあったら嬉しいんじゃない。なるほど。あ、これは飾り付けってことかな。完全なる、どう思うなんか適当に作ったんだけどどう思います。スマートっていうのになったんだよな。まあスマートならいいのかな激ヤバチョコできたな。これでいいのかな。本当か？本当か？ワンポイントの使い方が絶妙。そうかそうか。派手なタイプが苦手な男子は喜ぶかも。七つ森くんって派手なタイプなのかな。上手にできたみたい。七つ森くんのちょっと特性って分かりにくいよな。あ、でもデートだ。今日渡しちゃってもいいような気もするけどね。さて、デンジャー。ビビッと目指したいわけでしょ。これビビッとちょっと上がんのか。あ、ビビッと、いいよいいよ。ビビッと、あ、これビビッと上がんのか。はいはいはい。これビビッと下がる。ナチュラル。ビビッと上がる。じゃあこれ、これもビビッとか。意味わかんない服だな。ビビッと、あ、ダメだ。これビビッとなんだ。意味わかんないけどな服。ビビット値。あ、これすげえビビッと上がる。あー、これでかさ増しみたいな、そういう方法もあるのね。なんか何着てたかよくわかんなくなっちゃった。これでいっか。で、これビビットの使い回しとして、冬服のビビットとしてこれで、まあビビットだから OK でしょこれ。ズボン履いてるのかなこれ。これズボン、これ履いてる、これ履いてないよなこれ。怒られないかなこれ。ダメよなこれ。あ、これビビット。いや、ビビット値スーパー高いよな。これいいんじゃない。これをちょっともう一回保存しよう。保存、あ、違う、家でこれを3番に保存しといて、これ悪くないんじゃない。ズボン履かないとこだったわ。それ好きって逆好きって言ってくれるような。同じ服着てますねあなた。悪ほー、来るよ。よーしよしよしよし。そうなんですよ。あの、この服変。変じゃない、好き。今日はあんたから目が離せないかも。よかった、夏森くん、このファッションすごく気に入ってくれたみたい。早速その色取り入れてるんだ。そうなんです、流行色だもんね。どの色のことですか。黄色ですか。もちろん、あんたに似合ってるし、こうでもうまい。やっぱそうだよね。さすが。どの色のこと言ってるか分かりませんけど、夏森くんに褒められた。完璧だな。今日は何から。やっぱファッションといえば俺だな。リクエスト受付中。え、本当？じゃあね、ちゃんとこれもここら辺を、これぐらい、これぐらいがいい。初めはこれぐらいよ。セッティング完了。おお。さ、ステージの幕は上がったぜ。意外とカラオケは嫌いじゃないんですか。七つ森くんの美声が聞きたいな。二人でデュエットしよう。私の曲聴いてください。これよな。オーケー。よしよしよし。リクエストどうぞ。
大体いけると思う。まあ、じゃあ恋愛サーキュレーションでお願いします。うん、いい感じだよね。ここは近づきすぎ。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。予想外に楽しかった。あ、こういうのも何案外よし。ああ、これぐらいでいいですね。もう遅いし。やったー。あ、今のにもスキンシップできたのか。いや、意外と送ってくれるようになったね。どういたしまして。何、ありがとうね。目をちょんぐらいにしとこ。腹減りすぎたか。なんで腹減りすぎたになるんだろう。送ってもらっちった。そしてあれですよ、バレンタインもあるから、これでかなり底上げされるんじゃないかなと思うんだけど、夏森くん意外と賢いから、夏森くんクラスになりたいな。勉強チョコちゃんと持ってきた。3つあります。うん、喜んでもらえるかな。大丈夫、マリーの気持ちをたっぷり込めたじゃない。そうそう、あとマリーに必要なものは勇気。スマートだっけな、俺のチョコ。ありがとう。ただ適当に作ったからな、やり方わかんなくて。ギリチョコは、まあ七つ森くん手作り、りょうたくん、りょうたくんの好感度気になるから高級チョコ、白羽くんギリかな。ギリチョコは白羽くんかな。他を私に行こう。高級チョコはりょうたくん、まあ一応ね、まあ先生でもいいんですけども、りょうたくんの好感度気になるから。やっと来たな。おお、もうもらいまくってんだろうな。お待たせ。はい、バレンタインのチョコレート、高級チョコだよ。ゴディバでございますよ。ピエールエルメの。これ高いんじゃないか。ゴディバのピエールエルメなんだから、こっちはいつもお世話になってるから。確かにお世話はしてるな。お世話されてるかな。何をしてくれたんだお前が俺に。もうお守り代としてありがたく頂戴いたします。まあでもこういう感じね、こういう、うん、こういうなんか、うん、なんか言い合う感じ、幼なじみ感あって好きですよ俺は。さあ、こっからが本番だ。はっ、張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。七つ森くん、セブン。えいよ。夏森くん、もしかしてあれ。あれです。これです、バレンタインのチョコレート。やっぱ手作りが一番なんだな。手作りじゃん。うまい、うまい。うまいんだ。夏森くんの好みになっていればいいんだけれど。好き、このトッピング。俺の好きなやつ。もしかしてレッドって書いたなんか棒のチョコが良かったんですかね。本当よかった。好きって言うんだよな。柄じゃないけど、これは家族に自慢して、最高にいい気分だ。サンキュー。やーばい、ウレションしちゃうよ七つ森くん。すごいな。なんかはさ、喜び方とか褒め方がこううまいよね七つ森くん。これは素晴らしいね君。いやー、なんか体熱くなってるもんな。おら体熱くなってんぞ。あ、ギリチョコタイム。なぜかあなたの好感度高いんですよね。俺に何か用事。ギリチョコ、この右の人にも渡してます。あのポケモントレーナーみたいな人。なんか約束してたんやったっけ。うん、そうじゃなくて、はい、これバレンタインのチョコレート持ってきたの。みんなに渡してます。俺に。やったー、ガソスタの姫だからね。ギリチョコや。どういうチョコなんだろうな、ギリチョコやってて。明治のチョコとかだったりするのが、板チョコとか。そうやけど、美味しそうやね。お気に。5倍返しでお願いします。一応喜んでもらえたのかな。ギリチョコやって言う。